親番が回ってきました。土田です。ドラはいいそうです。原さんにこれは直瀬のシャアがドイツですね。メンフォンチートイツになるかもしれない。あ、3ピンがこっち4枚。おお、貫通ですか。あ、いいとこ引きましたね。ズバッと貫チーピンです。土田原さんはだからドラのインソーをギリギリまで引っ張りながらの本一狙いって感じですよね。チートイツになってもいいんで。ペン3ワンを払いたいくらいじゃないですか、ね、なるほど。ですんでね、あのこの3ピンのアンカンをどこで、まあ、アンカンしないかもしれませんけど、そうです、ね、この4枚見せると見せられちゃ大違いな局面になってきますね。そうですね、はい。あ、これピンズいっちゃうのかな、あんまりドラから。ここでのドラ切りは他の3人から果たしてどう見えるのか。やっぱりトップ目なんで、まずは親流し、うん、曲進行重視ですよね。やっぺんはそうですね、自分重なない限りは崩さないんじゃないですかね。あれ、お、チーワン切りましたね。マンズが高いからですか。原さんの下辺にマンズが高い。ねえ、ここでドラ打った。そういうことか。まず残したくないなら福川さんも、いや切らない。うん、残します。そしてマンズでまた両面ターツができる。ただこれフリテンターツですけどね。ああそうか、うん、イーマン切ってるんですね。おでシャーポン、アラです。直瀬の、ね、シャーをポンして、この9万は残しません。といった意味もなくはないんですけど、場に1枚9万飛んでましたからね。もう普通に、あ、初は場に1枚ですから、初初って切っていく可能性も、うん、6チープはちょっとね、考えたんですけどね。これいい形になってきてね。なるほど、こうなると3ピンは4枚使いでということになりそうか。そういうことになりますね。あ、ウーアンのポンが入ってテンパですね。ペイと数万、はい、1枚切れですね、まあ、ちょうどいい。でポンロープロは当然のように流派スルーして、あ、まあ、安全牌にしていくでしょうね。そうですね、あんこにならない限り魅力のない初ですもん ね。 そうですね、あの手にとっては、はい、数ピン引きたいこの手。お、ピンズいきました。へえ。あとトーンがやっぱ打ちたくないところもあるんでしょうね。そうですか、うん、あ、確かにトーンはションパイですか。そうですね、近藤さんも今引いて、近藤も、あ、打たないんですね。いや、というかもう荒さの仕掛けにこのトーンは厳しいですよね。そうですか、跳ねまんまでありますもん ね、もういつといとい。あー、メンチのイシャンテになった。あれ、テンパったらいい、テンパったらさすがにトーン打つでしょうね。打たないのかな。ただトップ目で荒さんはトータルラス目の人だからっていうのはあるかもしれない ね。近藤さんが仕掛けてたら打たないかもしれない。あ、打たないでしょうけど、はい、はいはいはい。流派統一落とし、あ、もうマンズ、マンズ、マンズの、はい、ローマン、土田さんのローマンに合わせたんですね。ああ、うん、そうかそうか、うん、どうだローマン。これでピンズ、ただいい数万がね、振り点ですもんね。だから三ワンリャンワンはローワンは言ったけど、三ワンリャンワンちょっと、そうですね、うん、特に三ワンはションパイで、まあ、トイトイ含みに当たる可能性は十分ありますから。アナさんはね、捨て屋に9番があるんでね、まあ、マンズの上の方はちょっといけるのかもしれないけど、下は嫌ですよね、はい。
兵が。スーアンっているのかな。スーアンもいるか。あ、こっちが先に入った。スーアンは持たれてなさそうですね。フリテンリーチですね。はい、フリテンリーチです、はい、しかし面単品でリーチ行きました。土田プロもスーアンが欲しい。そのスーアンが2枚山に生きてますね、はい、あ、ここで2枚だけですね、はいはい、ドラですけど、ドラもいそう。あ、このいった、うん、いや、ここは腹をくくりました。あら、この後も古川さんが多いですね。そうですね。さあ残り2枚のスーアン、あとも荒さんペーもありますけどね。うーん、パスはどうでしょう。打ちます。まあ降りるだけならマンズの上を切っていけばいいだけなんで、うん、どこまで押すかですよね。荒さんもね、ギリギリまで行くんじゃないですか。もう点数がね、その状況で、あ、ここにスワンが行きましたね、残り1枚。 E1 もありませんのでね。なんだ、現物、あ、現物か。お、積もった。お、見事です。残り1枚のスワン積もりましたね、フリテンリーチで。さあ裏ドラが乗るか、乗った、4000オールだ。いやー、これはまた起死回生の一撃になる可能性もあります。これでトップが変わったかな。変わりましたね。うーん、まあ、トンパツからかなりアグレッシブにいっている土田交渉。